これは僕が小学5年生の時の試合ですね。今ボール触ったのが僕です。玉際行ってなんか諦めてるんですけど、あっさりしてますね。でこれは今ボール触ったの僕ですね。でこれでシュート入りました。でこれも小5の時かな。この裏に浮いたボールを浮いたボールでパスするのが僕の中ではまってましたね。これは小学6年生の時です。こうまたいで、この時期はすごい中田英寿さんの、ね、プレーをすごい見て参考にしてて、こうちょっとボールを持ってこうスルーパスとかすごい意識して、こうスルーパスをね練習してましたね。このアウトサイドのターンも結構使ってたみたいですね。ピョンって、これ映像すごいたくさん見たんですけど、なんかめちゃくちゃ最強な感じのプレー全然なくて、見返してみると僕全然大したことなかったんだなと思って、これ結構たくさん見た中でのプレーのいくつかなんで、当時自分が思ってたより自分は大したことなかったですね。調子乗ってましたね。こう今みたいなこうパスすごいやってました。あ、これはねいいゴールなんですけど、今のトラップは洋和で一緒だったんで、三菱洋和の小暮くんを真似してトラップの練習してましたね。アルベルクス新潟で活躍した、今カンボジアにいますけど。でこの右のアウトサイドでパス、いやシュートすごっ、堀内くんのシュートすごいんですよ。左利き、これはフリーキックですね。めったに蹴んないですけど、右足で巻いて、これ自分でデルピエロデルピエロとこの後言ってましたね。多分左斜め45度からので、これもドリブルして、ここで右のアウトでサイドチェンジ。右のアウトサイドのターンは結構やってたんですね。このキックフェイントからサイドチェンジ、これも、ま、あこの舐めるやつもすごいやってましたね。ボールの上舐めてこう相手の抜くやつも、シュートうまくなかったですね。これは僕通ってたクーバーコーチングの選抜で韓国に遠征に行きました。4対4のミニゲームみたいな、なんかゲームだったんですけど、初めて海外に行って、ね、サッカーしてすごい楽しかったです。このボール持ってる子は田中総一くんで、ファジアーノ岡山とかで活躍した、今奈良クラブにいるんですけど、総一がすごい得点源でしたね。なぜか僕はもうゴールの目の前でゴールキックばっか蹴ってましたね。後ろに構えてこうやって総一にどん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 ボール蹴ってたんですけど、いいシーンほぼなかったですね。やたら蹴って、もうほんと何試合かあったのもう唯一これが面白いプレーだったんですけど、こうボール受けてヒールで入んなかったですけどね。面白いプレーでしたね。でこれは小学6年生の時の練馬区選抜で、これ今突破して11番シュート、マイケル・オーウェンみたいですね。マイケル・オーウェンのプレーを見てましたからね。でこれパスして、これヴァンフォーレ甲府とかで活躍した伊沢ですね、徳島とかで。でこれもキックインと抜け出して、僕やっぱ最後ゴール前パスする癖あるんですよね。この当時は横パス、これもキープしてゴール前で横パス、これはサイドからのクロスをヘディングです。珍しく、もう当時からちっちゃかったっすね。すごいちょこまかサッカーしてました多分。これもキープして、でセンタリング、うん。でこれキッカーです、宮坂くんです。パルセイロの、今パルセイロにいる。こうやってこう前にこう頭でこう潜りながらこう左サイドからドリブルするの得意でしたね。これ伊沢からのスルーパスで抜け出して、右の後でちょっとドリブルするんだよな。でトーキックでゴールです。雨すごかったですね、この大会でしたけど、選抜の。これも同じように左サイドから潜っていって、でなんかキックオフ前のところなんですけど、なんかよくわかんないステップ踏んで
何これ何これ、俺宮坂くんです。緑のなんか手袋して、この当時がキックがねうまかったんですよ。ボーンって両足蹴れて、あのセンターバックやってました、まさき。でこれまた自分のチームの、またいてまたいてかわしてクロスですね。まあこんな感じですね。